ハーラル5世は、ノルウェー国王、オーラブ5世の子。日本の報道などでは、英語読みで、ハラルド5世とも表記される。1937年、オーラブ王大使と待った日の、第三子として誕生。他国生まれではない王位継承者の誕生は567年ぶりだった。第二次世界大戦中、ドイツ軍の侵攻により、ノルウェーは占領され、父と祖父7世は、 ロンドンに亡命政府を樹立した。彼らはイギリスにいたが、ハーラルとその母、姉妹たちは、隣国で、中立国のスウェーデンに亡命した。しかし、帽子を受け入れることで、ドイツの干渉を受けることを恐れるスウェーデンからは、礼遇され、さらに、ドイツ軍とノルウェーの傀儡政府が祖父を排位し、ハーラルを即位させようと画策。スウェーデンに、数多く存在した、親読派も母まったに、 ドイツに従うよう圧力をかけたため、母の友人でもあった、米国大統領フランクリン・ルーズベルト夫妻の助けにより、米国へ再亡命。ワシントン DC で生活した。終戦後の1945年に帰国。高校卒業後、ノルウェー駅兵将校訓練学校、陸軍士官学校へ進み、1959年に軍隊教育を終了した。 1957年9月21日、祖父王の死去により20歳で王太子となる。オスロ大学で学んだ後、兵役修了と共に、オックスフォード大学ベリオールカレッジに留学した。1968年8月29日、オスロのデパート経営者の娘であるソニア・ハーラルセンと結婚。9年間もの交際を経た恋愛結婚で、一般市民との結婚のハードルが、 いかに高かったが伺える。1953年に姉ラグンヒル王女は、平民である資産家との結婚のために、王族特権の多くを返上させられており、1961年に平民と結婚したアストリッド王女も、また同様だった。また、祖父と父の故国デンマークにおいては、王ーク・ヌーズ王子の子女たちがエリザベトを除き、平民との結婚のために皆王室を離脱していた。 無論前例はなく、政府と王室は同様に資産家の令状とはいえ旧家族ではない小だ。未知公皇太子を交代し日に迎えた日本の皇室を参考に協議を重ねたという。当時は国民の間にも反対が多かったが徐々に収まっていった。1991年1月17日、不王、オーラブ5世の死去により即位。六月十三日、トロンハイムのニーダロス大聖堂で、 祝祷式が行われた。2003年に1月に膀胱が癌が発見され、12月8日に手術を受けた。それまでチェーンスモーカーとして知られていたが、病気をきっかけにきっぱり辞めた。イギリスのエリザベス2世、デンマークのマルグレーテ2世は、父方のハトコ、ベルギーのアルベール2世は、母方のイトコにあたる。早稲田大学から名誉法学博士号を送られているほか 父親と同じく、スポーツマンとしても有名で、セーリングの選手として1964年、東京オリンピック、1968年、メキシコシティオリンピック、1972年、ミュンヘンオリンピックと3度のオリンピック出場経験がある。2007年には、ソニア王妃と共にホルメンコーレ連メダルを受賞した。ソニア王妃との間に西がいる。ありがとうございます。